久保さん、今日はですね、何の日でしょうか。さっきニュースというか見てたんですけど、阪神・淡路大震災から27年らしいですね。まあ僕もね、ちっちゃい頃、あの映像を見てね、バスですよ。バスが落ちそうで落ちたいみたいなね。高速道路が全部バーン倒れてて、衝撃的な地震だったんですけど、なんかそのニュースが、その阪神・淡路大震災で、そのボランティアをしてた人がもう幕を閉じたと、ボランティア活動終了したと。で、そのトップの人が、当時、学校の先生だったのかな。今もうおじいちゃんになってるんですよね。おじいちゃんというか、もう年取ってて、すげえ時代早えなみたいな、そんなに年取るんだみたいな、27年ってそんなに早かったかなっていう。僕はすごくその阪神・淡路大震災、東北大震災からももう10年以上経ってますけど、阪神・淡路なんかもう27年ですよ。何が言いたいのかっていうと、あんなすごいことがあったんだけども、もうそんなに経つのかと。人生は早いってことですね、振り返ると。今年も2022年が始まって、もう1月17日ですよね。もう1月あと10日ちょいで終わりますよね、1月がね。久保さんも前なんか動画で言ってましたけど、1月に立てた目標を忘れてんじゃないかみたいなねやってねえんじゃないかみたいなね。やっぱね、日々こうやっていくっていうことをやらないと、やっぱり何もなんないと思いますね。そう、積み上がらないというか、そう。今日ね、久保さん、買取業者がね、鹿児島までわざわざ来てくれますよ。査定しに鹿児島までわざわざね。結構ね、全国なんとかなんとかっていうね、ほとんど結構買取業者って全国どこでも行きますみたいなね、売り文句でやってますけど、いや本当にね、来てくれますね。もしかしたら今日持っていくかもしれないですね。担当の人が、すいません、ご縁があったら、遠いから、ご縁があったら、その日にお持ち帰りありですかみたいなね。あ、いいっすよ、みたいなね。だから今日もしかしたらお持ち帰りされるかもしれないですね。今日だから楽しみですね。どういう交渉をしてくるのかっていう、人と交渉することって僕あんまないんで、交渉ですよね。ないっすね、交渉は。前の会社の時はね、ありましたけど、今交渉することはないからね。そう。昔ね、久保さん、結構ね、広告代理店が、会社に営業しに来てたんですよ。広告出しませんかみたいなね。で、そう。その営業マンですよね。で、その営業マンに広告出しませんかみたいな来て、で、営業返しして、塾入れるっていうね。久保さんの入った塾に入りましたよ。そう。営業マン。広告の営業マン。そう。面白いですね。営業しに来てるね。営業し返されて、工学塾入るっていうね。何なんだみたいな。そう。あと、決済事業者か、決済代行会社の営業マンにも、それはその FX の塾か。そのなんかいろいろヒアリングしてたら、なんか FX やってますみたいに言ってたんで、FX の塾売りましたよね。まあ、その代わり FX の塾売ったけども、そこは、決済代行を一応じゃあやりますみたいな。そう。だから2件売ったかな。FX の塾とネットの塾を営業マンに売りましたね。そう。NHK 集金と集金ですよね。向こうから来てくれるっていう。まあでも普通に考えると、なんかおかしい話ですよね。でもおかしい話なんだけども、まあちゃんとヒアリングすればね、その人のニーズ、悩み、どうなりたいのかっていうのが分かれば、そこにぶつければいいだけですからね。結構僕の中では、まあ武勇伝ですよね。武勇伝というか、営業マンに営業し返して売るっていう。まあとりあえず人生終わっちゃいますんで、いろいろやりましょう。まあいろいろやらなくてもいいんだけども、それはあなたの人生だからね、関係ないんで僕は。僕は自分の人生を生きるために今日もなんかやりますし、今日もなんか新しい物語、自分の人生の一つの物語、濃い一日になるんじゃないかなと。まあどうなるかわかんないですけどね。はい。いってらっしゃい。